韓国のカッパセウカンっていう韓国のスナック菓子ですごい人気な商品らしいですまだ風邪が治ってないですけど、裏はよく読めないですけど、なんかエビを取ってちゃんと作ってるよみたいな感じですけど、全然読めません。なんかどっかで見たことあるんですよね。これどっかで見たことある気がしてしょうがないですけどね、いただいてみたいと思います。うん、やっぱそっくりですね。いただきます、うん、ああ、かっぱえびせんだ。あ、でもちょっと辛い。はい、そしてこちらイワハウザファンタですね。これはね、タイ製のファンタでクリームソーダ味らしいです。いただいてみましょう。にゃ、普通にクリームソーダだ。増税前のお買い物っていうことで、ちょっと SD カードをまとめ買いに秋葉原に行ってきたんですけど、そこでね、輸入のお菓子屋さんの卸問屋さんがあるんで買ってきたんですよ。まあこっちはいいとしても、言うことは一つですよね。パクってんじゃねえよと。それはかずやチャンネルさんの方でやってくれんでしょ。僕は食うだけです。はい、ちょっとご無沙汰してましたね。超怖いマニアック動画 TV さん、ライブ見れなくて残念です、お大事にということでそうなんですよね、先週ずっと風邪ひいてたんで、ついね、水中の YouTube ライブはちょっとお休みさせていただいちゃって、すいませんでした。まだ本調子じゃないんですけど、ちょっと今週すごい忙しいんでね、寝てるわけにもいかないので、そろそろお仕事したいと思います。頑張るぞということで、 Facebook、Twitter、Google プラスの連動お願いします。ゲーム実況動画の方もね、今着々と準備を進めておりますのでですね、まあそろそろ上げられるかなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、病み上がりだけどまたよろしくねって、菓子食っただけじゃねえかよ。さよなら。